暗黒駅は、北海道門別郡縁軽町生田原暗黒にある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は、A51。電報略号は谷。1977年の暗黒駅と、周囲約500メートル範囲。下が、網走方面。少しずれた短式ホーム2面2線と外側に、貨物積み下ろし線。 駅裏のストックヤード前へ斜めに敷かれた引っ込み線、駅舎横のルベシベ側に貨物ホームと引き込み線を有している。ホーム上に古戦橋はまだかけられていない。この時点では、駅裏のストックヤードに木材が多く望みされていて、国土地理院地図空中写真閲覧サービス1948年の航空写真 USAR267 から17と比較しても、 ほとんど状況が変わらないという珍しい駅であったが、この後、貨物荷物取扱い廃止や無人化に伴って、側線はすべて撤去され、ヤードもなくなってしまった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当初は、生田原川の下流にあることから、下生田原と命名されたが、高年地区名が、新東の宿舎にある。 安らかな国の後から解消されたため、1946年3月1日に改めたものである、端式ホーム2面2線の地上駅。ホーム間の線路は両方と接するが、駅舎と反対側のホームでの乗降は行わない。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎は1989年10月に、ふるさと創生資金の一部を活用して JR と、 当時の生田原町が共同で改築したもので、地元の唐松修正材を用いたログハウス風となっている。遠軽駅管理の無人駅。1日の平均乗降人員は以下の通りである。暗黒の集落がある。ありがとうございます。